藤乃奈です、今日は初公開の裸眼ナチュラルメイクをやってみました。本物のすっぴんなので、かなり恥ずかしいんですけど、よかったら見てください。それではスタート。こちら、はい、下地はキャンメイクブレストナチュラルプライマー01ナチュラルを使いました。SPF25 で PA++ ということで、日焼け止めも入ってるんですね。1つで化粧下地、日焼け止め、日中の保湿乳液とライトファンデーションの役割をしてくれるので、これ1本あればもう完璧っていう感じだと思います。つけた感じはすごくテクスチャーが軽めで、ウォーターベースなのでちゃんと潤いもあるっていう感じでした。眉毛はサナエクセルパウダー&ペンシルアイブロウ EX PD05 番を使いました。これは私が他の動画でも何回も紹介していて、すごくリピートしてます。ペンシルとパウダーとあとぼかすブラシもついているので、これも1本あれば OK という感じで、すごく使いやすい1本になってます。眉マスカラはナナコスメニティのアイブロウジェルブラウンを使いました。これはなんと100均なんですよ。100円均一でゲットしてきました。100均のクオリティじゃないです。色がすごく赤茶なんですけど、これ塗ったら一気に垢抜けるっていうか、すごいいい感じの色味でした。私は好きな感じでした。アイシャドウはケイトブラウンシェードアイズ NBR1 番を使いました。今回はナチュラルメイクがテーマということで、左上の、白っぽい色と、真ん中の薄いブラウンを使いました。グラデーションにするときは白の色をベースにしてアイホール全体に塗って、その上からブラウンを重ねるっていう感じだったんですけど、今回はよりナチュラルに見せたかったので、二重の幅に、ブラウンの色をのせて、その上に少し、白の明るめの色を塗りました。よりナチュラルに見えると思います。キラキラしててすごく可愛いので、目元のアクセントにもなると思います。ビューラーは、資生堂のものを使いました。めちゃめちゃまつげをギャン、眉毛がギャン上がります、上げてくれるんで。今回はナチュラルメイクということで、マスカラをなしでアイメイクをしてみたので、より上がるものがいいなと思って資生堂さんのを選ばせていただきました。とってもいいです。リップは、オペラ R リップティント05コーラルピンクを使いました。これはもう最近相当気に入っててずっと使ってるんですけど、とにかく色がめちゃめちゃ可愛いのと、あと塗った感じがすごいしっとりしてておすすめです。他の動画でもレビューしているので、よかったら見てみてください。グロスはケイトカラーエナメルグロス BU1 番リップグロスを使いました。これは、青いグロスなんですけど、青のグロスを上から塗ることによってすごく透明感が出て、小さなラメが入ってるので光に当たった時にすごく可愛い色にしてくれます。これもかなりお気に入りです。はい、最後ハイライトとしてスカルプショナリーチーク、コンチューリングパレットディファイニングシュガークリニークのものですね、の05番を使いました。見た感じの色がすごい可愛くて、ピンクと青と黄色があるんですけど、個別で塗ったらこんな感じです。で、それぞれの色すごく透明感が出て可愛いんですけど、これを3色くるくると混ぜてからT ゾーンとか目頭下からこめかみまでと、あとは、顎先、高く見せたい位置ですね、顔を高く見せたい位置に、塗っていきます。これも、かなり透明感が出る色で、すごい使いやすいハイライトだと思います。はい、今日は裸眼ナチュラルメイクでした。カラコンから離れられないという私のような皆さんも、ぜひこれを機会に参考にしてみてください。ということで、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。バイバイ。